ドバイトラムはアラブ首長国連邦のドバイにあるトラムである。2014年11月11日に開通。ドバイマリーナ地区を走る。総延長 14.5km11 の駅で構成され、パームジュメーラ駅ではジュメーラモノレールに接続されている。またドバイメトロアフマル線のダマクプロパティズ駅とドバイ総合商品センター駅から。 ドバイトラムに乗り換えることが可能である。地表終電方式を採用、架空線を廃している。車両は、アルストム社製のシタディスを採用。アルス4駅から、先のモールオブジエミレイツ駅までの区間が計画中となっている。ドバイマリーナ駅から、西側は一方通行のループ線となっており、順にジュメーラビーチレジデンス1駅、ジュメーラビーチレジデンス二駅、ジュメーラレーク、 タワーズ駅、ドバイマリーナモール駅と停車して、ドバイマリーナ駅に戻る。運行時間は、朝6時30分からシニア1時までで金曜日のみくじ始発となる。運賃は、全線均一で 3UAE ディルハム、ドバイ公共交通機関と一体となっているため、なるカードが使える。ありがとうございます。